一人の男がコンピュータに向かってネット配信を見ています。その男の名は強し。このストーリーの主人公強しは無料のデジタルオーディオワークステーション、通称 DAW ディーパーを使って DTM を始めました。彼の曲作りはまだ曖昧な知識で進められていますが、強しの作成した DTM 解説サイトはインターネット上で意外なほどのヒットとなりました。そのサイトの名前はスティッカム。強しは音楽以上にコンピューターやネットが得意。そこで彼は日本で最初に登場したライブ動画配信サイトスティッカムで毎日のように歌を歌い配信していました。このスティッカムは生中継をしながら最大で5人までユーザーがコラボできる画期的なシステムで、 YouTube やニコ生よりも先に登場したサービスでした。そして強しがある部屋主のプロフィールをクリックする。そこから流れた動画は、小学生の頃からのど自慢大会で賞を取り、プロのミュージシャンと混じって歌を歌っていたシンガーソングライター、月新のものだった。強しの人生は大きく変わりました。強しはスティッカムで月新という、素晴らしい歌唱力のシンガーソングライターと友達になっていったのです。強しがネットライブでイベント企画をしていると、月新が覗きに来ました。これが二人の出会いの始まりだったのです。今でこそ、月新と呼び捨てにしていますが、熱い友達になったからですが、強しにとっては雲の上の存在でした。ネットイベントの2日目と記憶している。突然、自宅スタジオのドアが開いた。それもかなり遅い、夜の時刻。来たよ、強しくん。月新やで。ネットで歌を聴いてるだけだったので、あまり顔も知りません。ええ、ほんまかいな。びっくりしたよ。と強しはびっくりした。ドアの向こうには月新が立っていたのです。そして月新と強しは一緒に歌を歌いますが、強しは初めて目の前で聴くプロの歌声に圧倒されてしまいます。強しはその声量と力強さに驚き、自分の声が霞んでしまうほどでした。それからというもの、月新は強しに音楽のあれこれを教えてくれました。月新の家に行くようになり、家族ぐるみの付き合いを持つようになりました。さらに、月新と強しの母親は共に理容室を経営しているという奇妙な偶然に驚きました。そして月新を通じて、強しは多くのプロのミュージシャンを紹介してもらいます。プロのミュージシャンたちとの出会いを果たしました。そのことで強しの DTM は個人から全国の音楽仲間に広がることになり、強しの音楽活動は一気に広がりを見せました。スティッカム？このサイトは強しの DTM の充実に大きく寄与しました。そこから彼の音楽人生は新たな節目を迎えることになるのです。最後に友達月新の音楽を紹介しましょう。声にもならないくらい涙で頬濡らした。もう終わりだなんて思ったあの夜、目を背けることができたなら少しは楽だけど、立ちはだかる現実、なすすべもなく頭を抱えた。時間が解決できないことだってある。でも怖くない、そう怖くない、絶対大丈夫。今明日そのまたずっと向こうまで繰り返していけばいいことが必ず
一人ぼっちだと思って暗い部屋に閉じこもった。凍えた体を抱いて自分を愛した。しばらくはそのままで何もできなかったけど、いつしか心の雲の隙間から光を感じた。雨雲どこかへいつかは消えていく。怖くない、そう怖くない、絶対大丈夫。今明日そのまたずっと向こうまで繰り返していけばいいことが必ずやってくる。いつの日か幸せと出会えた時は君のありったけの笑顔をきっと見せてね。誰かが君のこと大事に思ってる。一人じゃないからみんな待ってるよ。必ず君にやってくる。逃げ出してしまうなんていつでもできる。